タイロン・アン・ソニー・テイラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、トーランス出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。2012年の MLB ドラフト2巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ブルワーズで、プロデビュー。パイオニアリーグのルーキー級、ヘレナ・ブルワーズでもプレーし、 二球団合計で18試合に出場して打率。387、2本塁打、11打点、6盗塁を記録した。2013年は A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでプレーし、122試合に出場して打率。274、8本塁打、57打点、19盗塁を記録した。2014年は A 級ブレバードーカウンティー、 マナティーズと AA 級ハンツビルスターズでプレーし、2球団合計で135試合に出場して打率。273、6本塁打、68打点、23盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2015年は AA 級ビロックシャッカーズでプレーし、128試合に出場して打率。 263本打、四43打点10盗塁を記録した。2016年も AA 級ロクシでプレイし、134試合に出場して打率。232九本打、三34打点9盗塁を記録した。2017年はルーキー級アリゾナリーグブルアーズと AA 級ロクシでプレイし、2球団合計で32試合に出場して打率。 287、5本塁打、13打点、4盗塁を記録した。2018年は、トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし、119試合に出場して打率。278、20本塁打、80、打点、13盗塁を記録した。オフの10月29日に40人枠入りした。2019年、マイナーでは、 ルーキー級アリゾナリーグブルアーズとトリプル A 級サンアントニオミッションズでプレーし、2球団合計で97試合に出場して打率。275、14本塁打、59打点、5盗塁を記録した。9月7日にメジャー初昇格を果たし、同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは15試合に出場して打率。401打点を記録した。 ありがとうございます。